はい、どうも皆様、イランカラフテ。新しい髪型が実装されて、それをくっつけて、これめっちゃジキャラに似合う、もう一生この髪型にするって言ってるやつに限って、だいたい1ヶ月持たずに別の髪型にする、ダラダラプレイヤーのゆきおぶさんです。はい、まあ誰のことかっていうと、だいたい僕のことなんですけど、ありますよね、結構、まあ、この髪型めっちゃいい、ずっとこれでいくわって言ってると、まあ1ヶ月持たないっていう、はい、なんかね、ツイッターとかでも結構そういうの回ってくるんですけど、まあ、誰かがいいねしたやつとかね、なんかこう回ってくるんですけど、この髪型めっちゃいいっつって、ずっとこれでいくわっていう人何人か見かけるんですけど、多分1ヶ月持たないんじゃないかなって俺の中では勝手に思っちゃうっていうね。はい、まあそんなことはいいんですけど、はい、あの久々に筋肉さんです、筋肉さんです、あの本物です、本物です。あの今ね、フォールアウトでもちょっと筋肉さん誕生したんですけど、筋肉さんね、向こうの筋肉さん、スーツでも良かったかもしれないですね。はい、まあそれはいいとして、今日あれなんですよ、一人旅をね、いい加減進めたいところではあるんですけど、まだこれホットバーすらね、変更してないっていう、まだあれですから、どっかにデストロイヤーとか入ってますから、多分入ってんじゃないかな、デストロイヤー、あれどこだ、デストロイヤー入ってますね、デストロイヤー入ってるし、あのスカルサンダー入ってるからね、ボールアクスとか、なんだこれ、まあ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 ね、まあ、こういうの入ってます、アルティメイタム、アンチェインド、あ、これあったっけ、もう覚えてないんだよな、うん、まあホットバーもまあ近々直すとして、あのシーズナルプリンセスデーかなんかやってるじゃないですか、で今日僕今喋ってるの3月14日なんですよ、3月14日でもう時間がないので、で15、16は多分無理なんで、ちょっと今日のうちやっちゃおうかなと思って、はい、あれどこだっけ、ん、プリンセスデーってどこだ、ウルダハか、ちょっとウルダハ行きますね。筋肉さん実はね、あの個人祭も、あとなんだっけ、これこの服なんだっけ、これなんだなんだっけ、これやってはいるんですよ、動画にしてないんですけど、でちょっとね、諸事情による、あれこれ違わねえか、これ違うな、あれどこだ、筋肉さん意外とクエストあるからね、あ、事件やもやってない、あれ、あ、これプリンセスデーを見ないためにだ、そうそうそう、だからちょっと諸事情によりね、筋肉さん何も喋らずにゲームの音のみの動画は撮ってあるんですよ、後人祭もそうだし、あのバレンティオンデーだっけか、あれも一応撮ってはあるはずなんですけど、ちょっとね、まあなんか雑談に使おうかなと思って、何これ、え、ちょっと待って、プリンセスデーなんとかってこれあんの、これこんなの、あれ俺メインキャラで買ってね、ちょっと後で買うわ、俺こういうの好きなんだ、買うわこれ、筋肉さん金ねえんだけどな、はい、まあとりあえず、あれなんだっけこれ、あー、これね、なんかもらえんだよね、わー、筋肉さん久々にパンツ一丁だな、お前、うわ、似合う、かっこいい、やーべえ、はい、これは、うわ、似合う、かっこ、まあ願いを叶えるとったらこったらね、そうですよ、してます、で執事役として姫たちに貸し付き祝祭を盛り上げてくださる方を探している、はい、冒険者さんもいかがですか、素敵な応援者、はいはい、わかりました、もう執事になるために生まれてきたような人ですからね、筋肉さんは、はい、催しは思い思いに着飾って街中に出かけよう、あー、もう筋肉さん着飾っちゃってるからな、あー、手助けしてあげて、任してください、ん、誰、あ、これさ、この人さ、まあ、アルディシアって名前出ちゃってますけど、あの漆黒のヴィランズね、やった方は分かると思うんですけど、俺ね、俺この人絶対テスリンだと思うよ、テスリンだっけ、アスリンだっけ、テスリンだったよね、ほら漆黒の最初の方でさ、あのグサーやられてさ、あのドゥアーなる人いたじゃん、めっちゃ似てませんね、え、これね、現象世界ではほら、あのお嬢様っつってね、これ出てきますけど、多分これ第一世界の方ではちょっとね、やっぱ世界線が違うから、テスリンなんじゃない、いや、ちょっと冗談ですよ、冗談で言ってますけど、似てるよね、グワーやられてドゥアーなる人、僕はそう思ったんだけど、で、まあ自分を後ろに探そう、ね、女の子の特徴はって聞いちゃうと、なんかちょっと怪しく見えちゃうから、筋肉さんだと、
で金髪、あ、金色の髪でおかっぱのラフェル族の女の子でした。見かけたのはつい最近、最近じゃねえや、先ほどのことですので特にてない。はい、わかりました。なんかメール来た。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、な、最近動画撮ってるとなんかこれ連絡来んだよな。あ、大丈夫大丈夫大丈夫、全然違う、大丈夫ねえ、な、何がねえなのかちょっと自分でもわかんないですけど。さて、あ、そっちね。あ、これなんだっけ。あ、そう、事件屋もやりたいんだよ、事件屋も。はい、一般市民、おかっぱの子、さっき見かけたなって、すごいよね。俺やっぱさ、 FF のこの NPC の人ってすごいなと思うのがさ、結構その世界的に、え、プレイヤーさんじゃない、 NPC だよねこれ。いたっけこんな人。ん、戦勝祝賀会で大物の冒険者が暴れたらしいぜ。噂じゃその冒険者って、あ、筋肉さんのこと？いたっけこんな奴ら。あ、そっか、今筋肉さん石垣と逃げたタイミングだから、筋肉さんの世界線ではいるのか。俺シーズナルイベントの関係者かと思っちゃった、あれ今の。そうなんだよね、筋肉さんの世界線まだエオルゼア出たばっかなんだよね、まだ逃げてる時なんだよ。これだってこんなとこにクリスタルブレイブの連中いたか、だっている、いるかな。ん？で、どこだ？あ、でも、何の話だっけ？そうそう、あの、だからさ、人通りが結構ある的な設定じゃん？ウルダハとかって多分だけど。よく金髪のね、おかっぱの人とか、一発でわかるよね。さっき見たぞ、とかっつって。絶対わかんなくない？そんな人通りバーいっぱいあるとこでさ、金髪のおかっぱいなかったかって言われたって。ほら、ちょっと前に似たような子いましたよ、とかって。ね、ほら、ゴールドコートの方に入ってきました、とか。すごくない？だってリアル世界でさ、もしそうやって聞かれたって分かんないよね、いっぱい人いたらね。まあ俺みたいにさ、北海道のど田舎にいりゃさ、人通りもないから分かるかもしんないけど、すごいなと思うね、やっぱね。やっぱすごいんだよこの人たち。品のある市民、本当に品あるか、大丈夫か。あー、もう品しかないもんね、品のある市民って。絶対これあれだよ、格闘士ギルドのハモンさんの知り合いとかだよ、これ。親戚とかだよ。だって顔激似だもん。絶対、もうハモンさんもね、もう気品しかないから、あの人。で、何？少しか、あー。こっちから行けんのこれ。こっから行くのが正解なのこれ。俺なんか道に迷ってエーテライトで飛んだんだけど。ん？遠くね？あ、そうだそうだ。これであれだ。錬金術ギルド飛んだんじゃなかったかな。確か。これ錬金でしょ、ここ。そうだそうだそうだ。そうなんだよな。今そう、なんか、クエストを見て思い出したけど、筋肉さんもさ、ちょっとイシュガルド復興でさ、ギャザクラを少し上げたいなと思ったんですけど、全然やってない。なんだかんだ時間ねえんだよな。あれ？あれ？錬金術師ギルドってどこさ？あった。普通にあったわ。俺本当にもうダメなのな。目悪いんだ、本当に。本当に目悪いんだ。あれ、あれ、いた今。あ、いた。寂しげな少女。筋肉さんがね、なしたのーっつって。ももある。え、来たんかい？あんたらも来たんかい。ちょっと教えてほしいことがあるんだけど、お姉さんたちにお話を聞かせてくれませんか。大丈夫、積み食いにグザーとか後ろからやられないでよ、本当に困るからね。あれ衝撃すぎたもんな、あのシーン。本当にびっくりした。わざわざモモルのこと探してくれたんだ。よかったら話を聞かせてくれないかしら。なんで寂しそうにしているの。ね、いい子だよねこれね。フロンデール薬学院でいいのかな。で、まあ小児科みたいなところにいるってことね。で、外に出れないの退屈で、でロリーちゃんとお友達になって、で、まあ、頑張って闘病してたと。でプリンセスデーまでに元気になって遊びに行こうねって約束をしてたと。ででもちょっと具合悪くなっちゃって、で外出許可がもらえたのがモモルちゃんだけと。で一人で行ったみたいだけど、
一人じゃ楽しくないっていうね、どうにかしてくれってことですよね。モモルちゃんとルリちゃんのために何かしてあげられないと言って自衛か筋肉さんに任せなさいと。すごいもう本気で泣きそうな顔してるもんね。でこのララッコのね泣き顔にはね筋肉さん弱いんですよ。なんかねもうこっち選びたいところなんだけどなんか心が痛むんだよね。あでもちょっかもう落ち分かってるから、そう外出を諦めるしかないってちょっと厳しいこと言っといてのあれだからね。そうですよね、許可されてない以上外出を諦めて病棟にいないといけないですよね。ところがどっこいっていうその筋肉さんのね、あれなんかこうワンシーンバーンって入ってほしかったんだけど、小児科病棟みたいなところの、プリンセスデーのショー、小児科病棟みたいなところに特別ゲストを招くとか、そういう雰囲気を味わうってことね。でロリーちゃんと一緒にお祭りを楽しめると、ダミエリオ先生に聞いてみる。そんな名前だったっけ。はい、やっぱあれだな、フォールアウトの方の筋肉さんスーツ着せてもいいかもしれないな。意外とね、意外とこの人似合うんだよな。てか薬学研究系の錬金術師、はい行きます。あれでもこのクエストってなんかポンポンポンってすぐ終わるような気がしたんだけど、ダミエリオ、あなたは冒険者さんでいらっしゃいますか。フロンデール学薬学院に何かご用でしょうか。ダミエリオ先生、聞いてほしいことがある。そのアイデアであれば外出することなくお祭りの雰囲気を楽しむことができると。でぜひやりましょうと。ララフェルやっぱずるいよな。なんかな、子供たちにはサプライズでお披露目しませんか。みんながいない間にすごいめちゃくちゃ協力的だよね。定期検診でみんなが病棟を離れている隙に、まあ、飾り付けをしましょうと。はい、別に読むのがめんどくさくなったわけじゃないですよ。大丈夫ですよ。なんか俺がね全部読んじゃうとね、皆さんのこう夢をぶち壊しちゃうんじゃないかなっていうのをねちょっと思い出しただけですよ。別に読むのがめんどくさくなったわけではないです。全然、はい、そういうことではないですからね。はい、ロリーちゃんの憧れの人に病棟に遊びに来てくれる。あ、思い出した、そうだそうだそうだ、あの人ね、すごい人にやっぱり、まあすごい人なんだろうなあの人な、きっとな。でこの人たちに喋るのね。そう今回ねすごいいろんな種族のね子供キャラ出てますよね。偉いね、この子は。遅れちゃダメだから早めに準備しておくってさ、偉いね。でヒューラン族の少年は新しいスタッフじゃない、スタッフじゃないよ。検診の時間なの、この間やったばっかりだと思ったのに、俺あんまりあれ好きじゃないんだよなっていうね。みこっての女の子を見習いなさい、君。噛んじゃったけど。あ、これロリーいた。お外に行きたかったなーっていうね。あれあなたはって、筋肉さんですよ。検診行きたくないな、どんなに頑張って検査受けたり、苦いお薬飲んだりしてもちっとも病気。まあ、その気持ちはわかるよ。俺もそうだったから。外出許可がもらえなくて、プリンセスでの元にも行けなかったって。まあ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 我慢していっときなさい。筋肉さんがどうにかしてあげるから、いろんな人呼んであげるからちょっとね。でモモルさんは、モモルさんって言っちゃった。みんなもロリちゃんどうだった。ロリちゃんねちょっとがっかりしてた。サプライズを成功させればきっと元気になってくれるよね。ねロリちゃんの関わりの人ね、でも レドレントローズさんだもんね。レドレントローズさん、うん、手芸が、あ、まあ、手芸とか好きだったらまあ憧れるのかな。結構見た目怖えけどなあの人。はい、いたー。あらあら、ごめん、これ喋り方がまたな。頑張って思いを伝えて。
えらいね。実は友達のロリーちゃんが裁縫師に憧れてる友達のためになんて素敵な友情なの。もちろん、まあ、相当忙しいと思うけどな。まあいい人だよね。ルガディン族って結構いい人多いよね。レドレントローズさんがこんなに大きな男の人だって知らなくてびっくりしちゃったって。まあそりゃね、びっくりするわ。それは知らんかったんだね。話しかけたら全然あさってのこと言うんでしょこれ。ああこんなこと言うんだ、すごいね。こんなに踊り子みたいに美しいのに。まあ美しいじゃないですか。別にデカかろうがなんだろうがね、美しいと体の大きさは別に関係ないですから。ちっちゃかろうがデカかろうがね、美しい人は美しいですから。けど心が美しいんだねあの人はね。見た目は怖いけどやっぱり。あ、飾り付け終わってんだ。わあすごーい。まあ、でも意外とすごいな。あの短時間でなんかあの木とか持ってきたんでしょ。人真ん中の男の子めっちゃガッツポーズしてるけどなんか違うねえか。すごい綺麗な飾り付け。なんかでも14のさ、ミッドランダーの子供とかのなんていうのかな、喜び方ちょっと変だよね、モーションが。まあ、これはびっくりするべな。だけどね、あなたがロジーちゃんかしらって自分が憧れてる人がドーン出てきたらね、めっちゃビビるよね。しかも名前知ってんだよ。これは嬉しいだろうね。ほら、私に憧れてくれてるなんて嬉しいわーっつって、あんた言ったのみたいな、呼んでくれたのみたいなね、感じだねきっと。すげえよな、知りたいことがあったら聞いてちょうだい、何でも教えてあげるわって。だってウルダハでやっぱり一番の人なわけだよね。裁縫師の裁縫師ギルドのマスターってことは一番すごい人なわけだよねきっとね。その人がね実際に来てくれて教えてくれるって、そりゃ嬉しいわな。女の子のみんなにお姉さんからプレゼントがあります。お姉さんが頭につけてる。見えねえ、ああ今つけてた。見えねえ、見えねえその角度って言おうと思ったら見せてくれたわ。ハドリック王が毎年プリンセスデーの日に抽選で選ばれた子の家に赴いて執事をしていたのは知ってるかな。この髪飾りにはこんなお話があるの。ある時のプリンセスデーで病気がちな女の子が選ばれたことがあったのですって。執事をしてその子に仕えた王様は桃の花飾りをプレゼントしたと言われている。昔から桃には悪い気を防ぐ力があると信じられていて、不老長寿の霊薬になるだなんて伝説があるほど。だから王様は桃の花を選んだろうねーと。そんな王様の気持ちが伝わったのか、やがて女の子は見事に病気を克服、生涯幸せに暮らしたというわ。だからみんなも辛い時があるかもしれないけれど、めげずに病気を克服して、ええこと言うね。もう筋肉さんもにっこりしてるよ。もう実はダミエリオ先生たちにもプレゼントがあります。これ何十個用意したんだべな。これ大丈夫？ダミエリオ先生目見えてる？それどう入ってる？さっきのメガネきっとどう入ってるんでしょうあれ。よかった、とてもお似合いですつって。先ほど子供たちに話した逸話にはこんな余談があるんです。王様は姫に選ばれた子のために御殿医を派遣っていうものあれ、なんか放送流れてるよ外で。その位置は、ああでもこれ読めなかった。姫たちの支持でダミエリオ先生は出場にご協力いただき用意しました、ありがとうございます。そのなんてくれ、じゃそう、このあの真ん中の一番左側の女の子の喜び方がどうもなんか、14のねモーションの中ではちょっとなんか不思議というか、なんか違和感があるんだよねあの喜び方ね。あのなんだっけ、バレンティオンデーかなんかの時も思ったんだけど、アストリッドだっけあの子のね喜び方がなんか違和感あるんだよねやっぱね。エレゼンか、
い、とても優秀な執事だっていうことですね。執事になるために生まれてきたような人だからね、筋肉さんは。やっぱりそりゃもうもうねえ、もうどっからどう見ても執事だもんね。ね、なんかやっぱ違和感ない、あの子、あの子っていうか、あのモーション、なんか喜び方がね、なんか俺すごい違和感感じちゃうんだよな。で、ももりちゃんを見ていたら花飾りとモノクロの逸話を思い出したので、それでぜひみんなにプレゼントしたいと思いまして、急な思いつきだったのですが、羊王様のご協力のおかげで無事間に合いました。子供たちにも喜んでもらえて本当に良かったと。名残惜しいですが、私はそろそろ館へ帰るとします。長く留守にしていては、過保護な羊が体調を心配して探しに来てしまうかもしれませんからね、と。冒険者、ああ、はい、ありがとうございます。あれ？こっちか、先。あれ？もう盛る。はい。ロリーちゃんも他のみんなも喜んでくれてよかった。アルディシアさんから花飾りまでもらえちゃったし。はあ。ちょっとね、もう期間中来れないかな。で、これさ、これロリーはつけてんだよね、花飾り。で、モモルもつけてんだよね。この子ね、どっこみでもつけてないんだよ。もらえなかったのかな？それでも大人の事情で、あれかな？くっつけてないのかな？話しかけられないしね、この子ね。つけてないんだよな。こいつらは？これ男かい？これ少女だよね。あ、この子なんか別なのつけてんな、これ。ねえ、なんか別なのつけてる。男は、君モノクルつけないのかい？廊下に桃の花があるんだ。あれもお兄ちゃんのおかげ？いや、何も知りません。知りません。これかい。これ、知らないな。誰か持ってきたんじゃないかい？いや、どうもありがとうございました。楽しそうな子供たちの顔が見れて、私やスタッフたちも元気もらいました。子供の笑い声とかってなんか元気もらえるよね。あの元気っぷりね。もうあの元気分けてほしいとかたまに思うよ、本当に。朝ね、会社行くときすげえギャスか騒いでるガキでもいるんだけどね。あの元気をちょっと分けてくれって言いたいよね。で、はい、ああ、これね、冒険者さんのように普段会えない方が来てくださると子供たちも喜んでくれるに違いありません。はい、わかりました。所持品の残りがの、所持品の空きが残り2個です、だって。いや、これ2個で埋まるな。まあいいや。後で売ろう。ああね、これ、はい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 。まあ、みんなの会いたい人をちょっとこう、あれだよね。筋肉さんが呼んでくるってことだよね。筋肉さんね、友達多いからね。ちょっと一通り見ようかな。手紙読んでくれた？ああ、見た。あれ？これ、次ページ行かね。やっぱり筋肉さん友達少ないんだ、まだね。普通あの漆黒までやってるともっと人多いんですよね、確かね。ちょっと どれだけ多いか忘れたけど、うん、なんかまだいたもんな。ナマズとかいたよね、だってね。ちょっと後でスクショ撮ってあるはずだから、ちょっと見てみるわ。筋肉さんこれぐらいしかできないな。でミラさんに憧れてるの誰？ミラさんだったよね、くんのね。もうあのアラミガンガウン着てるあの子かな。これね、自分のハイランダーにちょっと似てんだよね、あの女性ハイランダーに。あ、君かい。強くなる秘訣が知りたいんだったな。筋肉さんに聞いた方がいいと思うけど。もちろん修行を続けることが必要なんだが、そのためにも目標となるイメージを持つことが大切だと。私にもそんな憧れの剣闘士がいてね。ああいつだな。ところで剣闘士は見たことあるかな。人混みは体に良くないからってお母さんが許してくれないと。まあ、今ね、コロナウイルスも流行ってっからね、人混みは良くないよ。一番の敵である病気を打ち倒すことを強く意味するんだ。ね、君が元気になった時、ギルドに所属する剣闘士が出る試合に君を招待させてもらうよと。本当？ああ、もちろんさ。だから絶対に負けるんじゃないよ。いいねって。うまいなぁ。ミラさんね、やっぱいい人。ハイランダー女性にね、悪い人いないですから。やっぱり。ハイランダー女性はね、みんないい人ですから。たまになんか悪役いるけどね。うん、はい、わかりました。で、次、あ
あ、これもう一回話しかけなきゃダメだっけ。あれ、ちょっと待って、俺今思い出したぞ。あのさ、やっぱこのタイミングってさ、ナナモ様いねえ。ナナモ様呼べたよね。これよくできてるね。ナナモ様今呼べないんだ。そうだよね。ナナモ様確かあったもんね、選択肢の中に。筋肉さんの世界線だと今ナナモさん死んじゃったことになってるから呼べねえんだ。へえ、ちゃんとそういう世界線がきっちりしてるんだね。出た。お菓子を試食されさせてくれるのはドイツだいっつっておじさんは調理師なんですか、ね、母おじさんかって大爆笑してるけどおじさんだよ。こう見えても調理師ギルドのマスターでレストランビスマルクの総料理長も務めてるんだぞ。手紙を見せてもらったがお菓子作りが好きなんだって。いつか自分のお店を開きたいんです。それじゃあ思いっきり頑張らないとな。さてそれじゃあ食わせてもらおうかな、案内してくれるかい。これ確かここで終わんだよな。なんかさ、もう一個欲しかったよねこれ。うまいぞ頑張れとかさ、なんかもう一声なんかこうあってもよかったなって俺は思ったんだけど。そっか、ナナモ様呼べねえのか。そっかちょっと残念だな。残念だけどね、ちょっとビエラでもう一回ログインしてねやり直す時間はちょっとないんだ。あ、でも歌姫呼ぼう。で最後美容師だね、やっぱね、順番的に美容師俺一番好きだったの。面白かったなあれ、歌姫ね。ちょっとまた歌姫のなんかその物語みたいの見たいんだけどな。出た。みんなこんにちは、ユッケに花、ユッケって言うな、会いに来たよと。うららさん病棟なんですか、いつもと同じ声量じゃご迷惑になってしまいますって。そうだね、いいこと言うね、アウラ。やっぱりアウラ好きだよ俺。歌姫になりたいって手紙を書いてくれたのはどの子かしらね。まな、マシャもね、いい子だよね。ナシュのお姉ちゃんね。あ、お姉ちゃん妹、どっちだっけ。うらら、ちょっと君黙ってて、ちなみにどうして歌姫になりたいと思って。別にララフェル嫌いじゃないですからね。別にララフェル嫌いじゃないですよ。なんかはい、なんでもないです。ステージで踊って歌ってるので本当に申し訳ない。自分はなふうに、あー、まあだったら筋肉さんでしょ、一押しは。筋肉さんも踊ったんだよ、三歌姫と一緒に乱入したんだよ筋肉さん。自分たちを見てそう思ってくれる子が生まれてたなんて、こんなに嬉しいことはないわね。でもね、歌姫をやっていくのは簡単じゃない。苦手なことがあっても逃げられない。耐えて練習して克服しないといけないわ。いや、そう、こういうことにちゃんと言ってくれればいいんだよ。一見華やかそうに見えるけど、見えないところでいろんな苦労もあるわ。そういうことにも耐えられる自信はあるかしら。ね、いや、いいんだよ。そういう話をね、ちょっと現実をやっぱり伝えていかなきゃダメよ。そう。ね。大事。そう、辛いこと以上に嬉しいこともたくさんあるよと。ね、そう、やっぱりね。歌姫になりたい気持ちをずっと忘れなければ、きっといつかあなたもなれれば、そしたらいつか私たちと一緒に公演しよう、約束よ。多分ね、その頃にはね、もう、あなた方、きっと、もう、ちょっと、結構な、なんでもないよ。オールゼイチの歌姫の座は譲らないんだからね。まあ、まあ。この子たちが大きくなる頃にはね、きっともうそういうもうちょっとあれかな、大人な感じになってんじゃないかな、きっとね。はい、じゃあラストが美容師だね。俺な、これ結構個人的に好きだったような記憶あんだよな。もうね、つい最近のことなのにね、覚えてないんだよ。
これ誰呼んだんだ。ほら美容師だけなんかこういうカット入るからね。さすがだよやっぱこいつ。お兄さんは美容師さん。そうなるわな。俺はジャン・ドゥ・レーヌ、おめえの人生ザクザクに切り刻んでやんよ。キーローだいってな。その病棟でそういうこと言っちゃいけないけど、まあこういうね、美容師ってみんなこんな人なの。違います。おめえにおめえの心に問う。つまらない常識に心を縛りつけられたまま退屈な人生を送りたいのか。言ってることはね、結構いいこと言うんだよねこいつね。それとも最高の人生を生きるため美容師という夢を追い続ける覚悟はあるのか。それなら今から俺がおめえを生まれ変わらせてやる。改めておめえの人生ザクザクに切り刻んでやんよ。キーローはだい。一瞬のねびっくりした顔がね面白いんだよ。ほら後ろの子、後ろの子、ほら後ろの男の子がはーって顔してんだよね。どうだ未来の同業者さん、生まれ変わった気分よ、バラ色だろって。キャラぶれねえよなこいつは。ほんとだったら今日はおめえの誕生日だ、誕生日おめでとうさん。好きだなこいつ。毎日一緒にいると疲れるだろうけどね。こういうのいいよね。ちょっと1ヶ月に1回ぐらいのペースでね、ちょっとご飯食べに行くような友達だったらいいよね。あの人ね、毎日は疲れるね。同級生とか職場の同僚であんなのがいると疲れちゃうんだけど、1ヶ月か、まあ2週間に1回ぐらいに会うんだったらね、ちょっといい友達になるかもしれないね。はい、まあそんな感じでちょっと長くなっちゃいましたけど、筋肉さんでプリンセスデーだっけこれ。はい、ちょっとやってみたっていうお話でございました。お話？ちょっとあれだけど。はい。というわけでね、まあちょっと筋肉さん次いつ進めれるかわかんないですけど、まあ進めれるというか全然進んでないですけど、今日はプリンセスデーやって終わりましたけど、まあ次進める頃にはちょっとこのホットバーをねどうにかしときたいなと思うんですけど、ちょメインキャラの方で調整をして、メインキャラのデータをそのまま上書きしちゃおうかなと思ってるんですけど、なんか取っときたいんだよな、こういうの。スカルサンダーとか取っときたいよね。まあ取っといてもしょうがないんだけどね。はい、まあそんなこんなで、お付き合いいただいてありがとうございました。ちょっと待って、これいつ公開してるかわかんないですけど、もう3月16日で終わっちゃうんで、まだやってない方はお早めにやってみてください。まあ、最悪イベントだけパパッとやって、アイテムなんだっけ、うわめっちゃいっぱい、これちょっとね、もらうだけでもいいかもしれないね。プリンセスデーバナー、あ、うん、壁掛けだよね。ちょっとこれハウスにくっつけとこう。はい、そんなわけで、お付き合いいただいてありがとうございました。さっきね、あれこれちょっと待ってよ、脱ぐのどうやんだっけ。したっけねが、したっけねのショートカットこれで、中途半端がこれか。ちょっとやってみよう。さっきね、バーン、あ、できたできたできた。もうこれでこそ筋肉さんだよね。ここでいいかな。なんか今回これなんだ、これこれ何。あ、あー、これそうだね、取ったね、そういえばね、筋肉さん。何これ。お、後人祭、後人祭忘れてたよ。そう、筋肉さん一応やったはやったんだよこれ。あ、チョコレートファウンテンね、これね。チョコ置いとこう、ここに。ちょっと床で申し訳ないけどさ、これ何、これこれ何、これ、あ、ちっちゃい、あ、ロールケーキね。筋肉さん、ちょっと机ないからさ、テーブルないから、ちょっと全部床なんだけど、あ、置けねえぞ、これ。あ、いつのこれ。これ何さ、スターライトグーブリー、これ、え、結構前じゃねえか。いいじゃじゃシャンシェイシェイズだって。うてかっ。あ、これさ、これさ、これ筋肉さんち、これテーブルってことにしようよ。ちょっとこう、半分、ね、めり込まして。ここに椅子置けば、ほら、筋肉さんぐらいになるとこれテーブルとして、大丈夫か、これネズミの子ってやつ、これ。何これ、ネズミじゃねえのこれ。あ、ネズミ年だからってこと、ネズミ年だっけ今。ねえ、これちょっとあれだよ。ここでちょっと、筋肉チョコレートパーティーしようよ。これチョコレートなんとかで。俺、チョコレートファウンテンでこれ食ったことない。これだって、果物チョコとかにつけて食うんでしょ。いちごと、これ何さ、いちごと、これな、何これ黄色いの。これみかん系でしょきっと。で、キウイと、さくらんぼかい、わー、私、さくらんぼ、なんでもない。あと何これ、これ、しいたけかい、しいたけに見えんだけど、これ。しいたけ、もしかして肉まんとかかいこれ。これ何さ、これ。マシュマロ的なやつ、
しいたけじゃないと思うけど、しいたけチョコレートにブスってやって食わないもんね。なんだろうね、ちょっとわかんないけど、ロールケーキも置いとこうや。ちょっとここに、あれこれどっち向きなんだろう、ちょっとわかんないから斜めにしとくわ。あ、でもさ、あーちょっと難しいな、ちょっとわか、いや逆さまかもしれないけど、こいいわこれで。でテーブル、テーブル床に直置きよりはいいっしょね。うわちょっとすごくドロッドロしてるねこれね。よし、はい、そんなわけで、あの筋肉さんのあれでした。